はい、じゃあこんにちは、昭和マグロ来ました、今日はものすごく楽しみにしてきました、おばさん50年ぐらい、今70、まだ79なんですが、来年1月でやっと80なんですが元気です。最近サッカーめちゃくちゃうまくなりました。で、今だからボールの蹴り方とかそういったことが簡単にできることもめっきり初めてはあんたたち日本で。来月は、今月横手 と弘前と大阪と、去年はね、全国歩いたんです。京都とか大阪とか東京とか、先月もね、東京の高校の女子の高校に行ってその蹴り方を教えてきました。で、おばさんサッカーしたことないよ。おばさん本職も変わってない。東北チャンピオンで教え子は世界チャンピオンで、だからボール蹴れないと言うと人は蹴るんだだからそんなことから、どうしたら上手くなるかボールの蹴り方って考えました。ちょっと長くなったけど、ちょっと面白いことやってます。一番気付いたのは姿勢がいい人が一番運動上手くなるの、健康にもなる。うん、分かる。はい、気をつけ。こいつがね、一番悪い日本の教育で。はい、気をつけ。タオリンのね、それゆっくりこうやって、はい、直れ、うん、それ外側にちょっと力を加える。これ、タオリンそうそう、ほら、タオリン、ほら、ほら、だからリラックスするときは気をつけっていうとき、やっぱり学校で言うこと気ができねえよね。で、気をつけ、パッてやってこうやったふりするって。あともう一つね、面白いことを教えます。ちょっとね、結構やる、こう押すの、頑張って、これ落ちるよね。これね、魔法の紐なの、魔法の紐。腰にこう巻いてる、緩い。なんだよ。やばくない？今度、きっちり巻いて。これ、紐ってね、今、おばさんいろいろ勉強しててね、紐使わず打っていくのに、紐って。あら、なんかおかしいこと起きたな。誰かもっとやってみたい人、やる。やる。おい。落ちてるよ、ヘソ。おろ、よいしょ。ほら、でも思い切りやる。ちょ、思い切ります。うん、やった。あら。もう自分ではどう、感じ的には変わった？変わる？なんでこうした？自分で忍者の踊ってた。こいつね、前で言うとね、お父さんお母さんが腰やり直りますよ。姿勢良くなって、みんな難病が治ってます。手こうやるよ、ポジティブね。平層さんの相手これ今ね、九州から青森までずっと公演して歩いてるんですよ。暑いからね、少しこれやってる。ジャンプ、思い切りもいい。お母さんやってみるわ、誰か。ママ。はい、はい。あら、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 あ
なんでだろう。力が入んないですね。ね。お願いします。はいはいはい、お母さん。はいはいはい。あら、あら、美人のお母さん。なんで笑う。どこでいいんですか？ミルクじゃないとできない。そう、もう一つ巻いて。これでいいんですか？これ、よいしょ。ああ、なんで力の方だ。芝居じゃないの。ちょ、巻ける巻いて。これもですか？好きで。不思議でしょ。タイミングでね、切るのがわかんないですけどね。ウエストの太さバレますね。なんか不安定に。緩めた方がいいんですか？じゃあやってみよう。やってみる？そんで、はい。じゃあ次ね、面白いこと教えます。あのさっき言ったね、姿勢が大事。みんな超えなくなってくる。お母さんも一回。で、紐なくても、ここがちゃんとなるっていうこと。ね。あれ、引っ張っちゃった。うん、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。およ。あれ。紐ない、紐ない、今。紐ないでしょ。なんか何言いてかっていうと、Gリーグの選手ならみんな見て。うまい人。みんな姿勢いいのか。肘を後ろに下げて、姿勢いいからね、そのなんていうの、体のバランスがいくなんの。もう一つ最後、ちょっと、はい、こっち。上から押さえてみて、立てて、下でこうやって体こっちに痛いでしょ。崩れだよね。ところがこの人ね。体幹、よく言うよね、体幹がすごいとか。それ体幹でなんだかみんながね、鍛えてるのが、それおかしいのね。もう一回やる。呼吸、言ってるんですよ。よし、ほい、せーの。これ自分ができたの。あ、いいね、いい姿勢、いい姿勢。今日はだからサッカースクールなんだけども、うまくなるための体の使い方。三人一組でそのやってもらって、かかとを5回ゆっくり上げる。ゆっくり。もう一人いません。話聞いてた。あ、もう二人いません。誰か終わったらやってあげてください。できた？じゃあ、3人一組ですよ。3人一組。やってみよう。じゃあ、吉田さん。はい。じゃあ、行きたい。行きたい。え、すごい。まず最初に。じゃあ、ちょっと5回やって。そう。ほら、全然動かなくなってる。5回かかってあげんだよ。5回やね。ゆっくり。おいい姿勢になった。あれね、姿勢めちゃくちゃいくな。ほら。基本は今日のボール蹴るとか云々も必ず姿勢が一番大事ってことを説明します。例えば今お父さんお母さんばあちゃんたちがあのウォーキングやってるよね。ウォーキングもやり方で体壊してる人たち多いんです。ということはただ
てね、こういうふうにこう歩くのはね、胸張っていいようで一番悪い。コーチ、今の感じで歩いてください。こう。そうそう。はい、そう。いいですか？倒れるよね。後ろこい。倒れるよね。こっから問題です。倒れない。軸というか、さっきのように。さっきの強い軸。かかとからつぐと、みんなかかとジャンプしてみて、体ぐちゃぐちゃ痛いから痛い痛いでしょ、体痛くありません。で、できれば、つま先で、つま先からこう、歩いてきてください。はい、そう、はい、そう、ほら、おお、よいしょ、ほら、ジグできたの、足だ。コーチの体が S 字になって、重力を支えるためには、人間って S の形の体の、あの、作りが必要なんで、で、さっきやったこれも、今のやつも、この時期はさっきより姿勢にと、コーチ良くなったの。そうすると腰やめても治ったらば、はい、水飲んできて。足側に、この白線のところで並んでください。それで、こっからどこまでくず飛ばせば、くず飛ばし、そこまで。歩く感じの延長。みんな歩くときさ、歩くときこうやって飛ばして歩くとき、歩かねえよね。そのままつむじで行くよね。つむじで行って、そのままついて、そのままこうやればいいんだよね。で、それができないの。ちょっと後ろでやってみて、軽くこうやって。そう、こう、ターン。前に行く、一歩出る。体重どこにある？みんな右足上げて。体重どこに乗ってる？左足。左足でしょ。じゃあいつまでたっても力がここで上に行って前に飛ばないよ。それを今度は右足で蹴るんだから、右足に体重乗せて。ほら、まあ、してって前に行くから。止まんな。蹴った足で、そうそう、ほらまだここで後ろ下がってる。
そうそう、いいかよ。はい。くってこう、行くだけ。ほらほら、止まった。くって。そうそうそう、いい。今の。くって前にこう行く。そうそうそう、いい。そうそう、できてきた。そう、行くよ。こうやって蹴って蹴んじゃなく、ここ足動かすのはこの付け根の筋肉で足動く。その後に膝が、だからできれば後からもしあんたたち上手くなったから教えるけど、この筋肉使ってドーンと前下ドーンと、はい、やってみよう。大丈夫？用意できた？